志田理科が務め、糸合わせは曽根田理科が務めております。化粧直しを行ってよりきれいに鮮やかになった七光寺組の林屋台をどうぞご覧ください。続いてその一会場に進んでまいりました教区には大町組でございます。長印の一文字は大、奏でる音力は清林です。吉光寺組とは軍団と本家の関係で、314年の火伏せ祭りの神狩りを務めてまいりました有力長組です。先人の言い伝えでは、先人と神狩りだけが相打ち相手であったと言われております。相打ちに入る前に山木槍から始まり、そして姓の一斉崩しと銅の四林を引き直すのも一方と思われます。四林は高音部に魅力があり、それに三味線と太鼓のリズムが張り合って厚みのあるハーモニーを奏でます。演奏時間は1分40秒、音楽は上奥です。高橋博士、中年岩崎育郎が務め、糸合わせは三宮美佐子が務めております。佐々木律夫年番長を先頭に、昔懐かしい斑点の色に由緒を感じさせる。年番が赤色、保護者会は紺色、そして野菜関係者は茶色と一目で判断することが森正藩ハウスの希望によるものでございます。
続いて揃い打ち会場に進んでまいりました長組は袋町組でございます。長組氏は新奏でる音曲は一斉です。年番町を中心に日伏せ祭りを執り行っております。一斉の音楽は一部の拳に変調子を組み合わせており、どこか人懐っこい雰囲気を醸し出しております。演奏時間は1分35秒。音楽は笛、中鞭、及川健志、中鞭、千田康生が務め、糸合わせは宮沢香織が務めております。Thank you.
さあ、林先輩が一堂に会しました。これから全ての林屋台が一斉に野菜組を行います。各長組の皆様、ご観覧中の皆様、ご準備はよろしいでしょうか。